こんにちは、ケンイチです。今回の動画では、こちらのトランギアのメスティンのノーマルサイズとラージメスティンの方を使って、購入したら必ずやるべきこと、メンテナンス方法についてご紹介していきたいと思います。で、このトランギアのメスティンを購入したらやるべきことっていうのは、大きく分けて2つあって、バリ取りというものとシーズニングというものがあります。で、それぞれ説明していく前に、こちら、中から取り出して見ていきましょう。で、まず、ノーマルのメスティンがこちらで、続いてこちらがラージメスティンですね。めちゃくちゃでかいです。今回はバリ取りからシーズニングまでやっていこう。じゃあまずバリ取りの方を行っていきます。で、今回使用するのはこちらですね。金のダイソーで購入した金属用耐水サンドペーパーというものを使用していきます。で、まずは400番から磨いていきます。バリ取りをするときは結構こういうふうに触ったりして、紙やすりとかだとこの削ってる間に穴が開いたりして、その時に指を切ってしまう可能性があるので、できる限りこういう手袋とか、まあ、軍手とかをしてやるようにしましょう。バリが取れましたね。うん、こんな感じで結構細くて髪の毛みたいなものなんですけども、結構これがくっついてる時だと鋭利なので、磨いてあげることによって、まあ、こういうバリだったりとか、あとは少しギザギザしてるようなところっていうものを磨いて落としていきます。で、ある程度磨いたら、ちょっと指で軽く撫でてあげて、なんかザラザラしてるなとか、なんかちょっと突っかかるところがあるなとかっていうものがなければ、次の細かい番手の方に進んでいきます。で、今400番で軽くこのバリを取っていったので、最後軽く仕上げていきます。で、本当だったらこの後800番とかにした方がいいと思うんですけれども、軽くバリが取れていればいいなというところなので、今回はこちら、1200番を使って仕上げていきます。400番ぐらいだと指で撫でて、もう滑らかになってきたなっていうのがわかると思うんですけども、1200番とかで磨いていると、すぐに音が小さくなって、撫でているだけのような音になってきます。ちょっとやってみます。今分かりましたか？軽くやっていく中ですぐに音が小さくなっていって、もう、滑らかになっていたというのが分かると思います。もう一回、今度はじゃあこっちの裏面でやってみますね。最初は音が、これを擦る音、シャラ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 というふうに聞こえるんですけども、すぐに音が小さくなっていきます。こんな感じですね。こちら全部の面をやって仕上げていきます。バリ取りのビフォーアフターです。右側がまだバリ取りをまだ何もしていない状態で、左側がバリ取りがすでに終わっている状態です。見てわかる通り、もうだいぶ滑らかですよね、左側の方が。まあ、こんな感じで残り全部バリ取りの方をしていきます。はい、ということでバリ取りは終わりました。こうやって見ると、ヤスリをかけた時に、こんな感じで、髪の毛、白髪より細いのかな。この、アルミの削り出した部分の、この鋭利だった部分が剥がれて、メスティン、大きいのと小さいので、これだけのものが出てきました。で、あとは、こんな感じですね。結構、カスとして出ているので、一回スポンジで洗ってから、最後シーズニングの方をしていきたいと思います。はい、ということで今、洗い終わったので、ちょっと見ていきますか。で、最初ともう全然違う、もう触っても全然大丈夫なぐらい滑らかな肌になりました。で、ここまで来れば怪我をしないっていうところなので、必ずこのバリ取りだけは必要ですね。で、あとこのバリ取りをすることによって、こういう風に締めやすくもなるし、開閉とかも全然最初と違いますよね。硬い。ですので、このバリ取りをやるだけでもこの蓋が開閉しやすくなるっていうところと、あとは指を切らなくなるっていうところがあるので、必ずやってください。で、最後にシーズニングの方をして終わっていきます。で、今火をつけたので沸騰させたこの研ぎ汁に今バリ取りをしたメスティンを入れて、そこから15分から20分茹でて完成です。それでは沸騰を待ちましょう。
ある程度に詰まってきたので、この中にメスティンを入れてシーズニング作業を終わらせていきたいと思います。入るかな。ちょっとラージメスティン入んないか。まずこの子からやっていきます。ちょっとラージメスティンがこの鍋に入らないので、ひとまずこのノーマルのメスティンだけ煮詰めていきます。であとはこれから15分から20分煮立たせて最後洗って終わります。はい、ということで20分経過したので取り出して洗って見ていきます。はい、ということでバリ取りを終わって最後シーズニングをして今洗ってきました。鍋がちょっと小さかったので、ひとまずこちらの小さいメスティンだけシーズニングの方をしたんですけれども、シーズニングができなかったラージメスティンと比べても特に大きな変化っていうものはありません。ただこの状態で一応保護されているっていう、その被膜ができているような状態になっています。でこっちのラージメスティンの方に関しては、まあご飯でも炊いて内側だけそういうコーティングみたいな感じで被膜を作っていくっていうようなやり方をしていきたいと思います。でちなみにこちらのシーズニングに関しては一回やればもうずっと使えるっていうわけではなくて、汚れを防止するためには定期的にやらなければいけないっていうところになってしまいます。ですので結構それってめんどくさいと思いますので、お米を炊くときに使っておけば基本的に中はきれいに使うことができるんじゃないかなっていうところですね。でちょっと汚れが気になってきたらまたシーズニングとか、まあそういうメンテナンスをしていけばいいんじゃないかなと思います。このシーズニングに関しては別にやってもやらなくてもいいと思います。なんでかっていうと、お米の研ぎ汁を使うっていうところがあると思うんですけど、基本的にこのメスティンでお米しか炊かないよっていう方であれば、その普段使ってる時にお米を炊くじゃないですか。で、その時に必然的にその沸騰した研ぎ汁に触れることになりますので、この内側に関して常にこの内側は被膜ができているような状態っていうものを作ることができるので、このメスティンでいろんな料理、まあ、例えば肉を炒めたり野菜を炒めたりしかしませんよみたいな人以外は別にやらなくてもいいんじゃないかというところですね。実際に僕はこちらですね、ミリキャンプのメスティンになるんですけども、こちらは一回もシーズニングをしてないんですけれども、中身を見ていただければわかるんですけど、めちゃくちゃ綺麗です。で基本的にこれではお米を炊いたりとか、あとはパスタを茹でて、まあ自動レシピとかですね、そういったものをやっているだけなんですけれども、それでもこういうふうに綺麗なものは使用できているというところもあるので、必ずしもそのシーズニングをしなければいけないということはないと思います。で、結論としては、このトランギアのメスティンを買ったら、もうバリ取りだけは絶対に必要ですね。バリ取りをしないと、指を切ってしまうし、でそもそも蓋の開閉っていうのができませんので、こちらのトランギアのメスティンを購入したら、必ずバリ取りだけはするようにしましょう。それでは最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。